センタープルブレーキ、センタープルブレーキ、センタープルブレーキは自転車のリムブレーキの位置形式である。センタープルキャリパーブレーキ、センタープルキャリパーブレーキとも呼ばれ、比較的古くから使われていたタイプのブレーキであるが、現在は BMX 用の派生型 U ブレーキが需要のほとんどを占える。過去にロードレーサーやスポルティーフに広く用いられた。 伝統的なセンタープルブレーキとマウンテンバイク用ブレーキとして開発され、その後 BMX 用として普及、発展した U ブレーキとに大別される。前はフロントホーク、後ろはシートステイもしくはチェーンステイに直接接合された専用の台座、または台座を持つアダプターを介して装着される。この台座は V ブレーキのそれと似ているが、 台座とリムの位置関係が異なり、互換性はない。ブレーキ本体は、区の字型のアームが2本重なって逆 U 字型を成している。アームの中央はボルトで、ブレーキ台座に固定され、ここがテコの原理で動くアームの視点となる。それぞれのアームの上端には、アーチワイヤーという短いワイヤーの両端が固定され、アーチワイヤーは、中央部で地取りと呼ばれる部品を開始。 ブレーキレバーから出た一本のメインワイヤーにつなが、中央引きの形が基本であり、これがセンタープルの名の由来である。なお、感知ブレーキもセンタープルの一種とも言えるが、混乱を避けるために、感知ブレーキをセンタープルと呼ぶことは通常はない。ブレーキレバーを握ることによってメインワイヤーが引っ張られると、これと連動しちどり、続いてアーチワイヤー。 ブレーキアームが引っ張られ、ブレーキシューがリムに押し付けられて、ブレーキがかかる。ただし BMX の前輪に使われる場合は、横方向から直接アームを引き絞る形をとる。口実。1950年代から1960年代後期にかけて、ロードレーサーの世界で主流を占めたブレーキである。当時のサイドプルキャリパーブレーキよりも、 大幅に軽い操作力で十分な制動力が得られること評価されたとみられる。当時の主要なメーカーとして、フランスのマファク、スイスのアインマン、イタリアのユニバーサルが知られる。1960年代後期以降、カンピニョーロ社が高品質なシングルピボットサイドプル、キャリパーブレーキを製造、販売し始める。改良によって必要十分な制動力が得られるようになり、 限界領域での微妙なコントロール性に優れ、アウター受けや、チドリや、アーチワイヤーといった、付属部品の必要がない動車性のサイドプル式に人気が移り、このため、ロードレーサーの分野では、センタープルは体調に向かった。その後も1980年代末頃までは、スポルティーフなどの階層型ツーリング車には使われて、いたが、マウンテンバイクや、ロードバイクの流行により、 伝統的なツーリング車自体が衰退に向かったため、このブレーキもそれと運命を共にした。オーダーメイドの高級なロードレーサーやスポルティーフにおいては、前はフロントフォーク、後ろはシートステイに専用の台座を直接ロー付けすること、自家付け工作略して自家付けと呼ぶがよく行われたが、大多数を占める量産品の自転車では、 アダプターを介してサイドプルキャリパーブレーキと同じ取り付け方法を取るのが一般的であり、市販のセンタープルブレーキにはこのアダプターが標準で付属するのが普通であった。これは当時のセンタープルには台座に共通の規格がなく、メーカーやモデルによって台座の形状や一致まちまちで一度台座を近づけしてしまうとブレーキの銘柄を変更するのが困難なことと、 左右のブレーキアームが接近して重なる形で取り付けられるセンタープルブレーキではアームが離れて取り付けられる感知ブレーキを上回る精度が要求され当時の生産技術では量産車に近づけ台座を備えるのが困難だったためである。U ブレーキと読む左右のアームが形作る逆 U 字型の形状からの名前だが V ブレーキ同様島の社の商標であった 1980年代の後期にマウンテンバイクにスローピングフレームが採用されるようになると従来の感知ブレーキでは左右に張り出していた感知レバーの位置も低くなりライダーの足のかかとに接触するという問題が生じるようになったこの解決としてマウンテンバイク用のセンタープルキャリパーブレーキとして開発されたのが U ブレーキのルーツあるなおこの時代には 溶接技術の進歩により、量産車でも、近づけの台座が装備できるようになった。しかしこのブレーキには、タイヤに付着した泥や雪が詰まりやすいという、オフロード用自転車のブレーキとして、致命的な欠陥があり、少しでもこれを軽減すべく、取り付け位置をチェーン付きに移すなどの対策が試みられたが、これが、さらに整備性の悪化や、チェーントラブル時に、チェーンが、 ブレーキに噛み込むといった新たなトラブルを招くという悪循環に陥ったため、マウンテンバイクの分野では、数年で欠陥品の落印を押され、間もなく完治ブレーキにロープルファイルがあったと呼ばれた改良型が登場して、全室の問題が解決されたこともあって、完全に捨て去られた。また、後に登場した V ブレーキがすでに普及していた、 感知ブレーキと共通の題材値を持っていたのに対し、U ブレーキは専用の題材値を必要としたことも、この分野での失敗の一因と見られる。マウンテンバイクにおいては、失意の退場を余儀なくされた U ブレーキであるが、1990年代に起こったフリースタイル BMX に活路を見出すことになり、現在ではこの分野で最も一般的なブレーキとっている。 他の車種ではすでに、ほとんど見られない、このブレーキが BMX で多用される理由として、側面に向かって張り出す、突起物が一切ないことが挙げられる。車上で激しく、体を動かすフリースタイル BMX においては、突起に足などが引っかかれば、致命的なミスにつながるため、この特徴は、極めて重要である。また同じ理由で、フリースタイル BMX の降臨用 U ブレーキは、 フレーム構造に守られるように、リア三角の内側、すなわちシートステイ下側か、チェーンステイ上側についている。チェーンステイ上側のタイプは、メンテナンス性に優れるが、25T など、小さなチェーンリング、フロントスプロケットを使用している場合、パルンダチェーンがブレーキに干渉してしまうことがある、この問題を克服するためにブレーキアームの厚みを小さくした製品もある。 フリースタイル BMX のブレーキには、微妙なスピードのコントロールよりも、むしろ、車輪を瞬時にがっちりと固定する能力が求められる。このため BMX 用 U ブレーキには、他のスポーツサイクルでは見られなくなった、いかにもゴムらしい質感を持つブレーキシューが使われる。これは、光沢のある体育館の床で、ゴム手の運動靴が素晴らしくグリップするのと同じ、原理を狙ったものである。 この原理を最大限に利用するために CP リム、メッキリムと呼ばれる鏡面メッキリムが好んで使われる。ただし、リムとブレーキ周の接触面が汚れたり、雨で濡れたりすると極端に制動力が落ちることがこの組み合わせ U ブレーキと CP リムの欠点である。特に水で濡れた場合には、思い切りブレーキレバーを握った状態でも、全く抵抗を感じずに走り続けられるほどである。 BMX 独自の編集として、前輪用の U ブレーキは、アーチワイヤーとチドリを使わず、V ブレーキのように横から直接ワイヤーをつなぐ、方式になっている。レバーを出発したブレーキワイヤーは、ステムの天井に開いた穴から入って、ヘッドチューブ内のフォークコラムを貫通、フロントフォークの股から出てきて、ループ状に急角度で上へ向かい、ブレーキ本体に横方向からつながる。 これはハンドルを回転させるいくつかの技を行うときにワイヤーが絡まり障害となるためこれを排除すべく後輪ブレーキのためのジャイロとともに考案され仕組みであるまた後輪用にも編集としてジャイロを使用する車体のみアーチワイヤーとチドリを省く方式が存在するこの場合では2本のブレーキアームに固定されたワイヤーがそれぞれ別々にフレームに沿って伸び2本のままジャイロに つながるという構造になる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。